いいじゃん。悪くないよ。めちゃくちゃいいじゃん。中だぜ。中で。ふざけんなよ。マジ。I believe in chemistry. You are the man once in a century. Now we can love each other honestly. Fly me up into the sky of ringing bells. カツ。今日チャンスにはちょっと期待しちゃうな。マザーガチャやけど頼むわ。お願い、またレア役引いた。頼むだよ、勝てよ。ここからよ。もう得てきた言うてるよ。はい、いけ128。これ祝来い。あー遠いか。天国極楽かな。ちょっと早い気はするけど、一発目緑。メモメモ、これ最後の AT かもしれんしな。ミッションバトル来い。ミッションじゃない、あ、ミッションや。あーいいね、3枚ベルから行ったミッションバトルです。負けたら継続バトルに行こう、勝ったらそのままリセットに移行します。勝ったろ。よし、2セット目突入。いいね、ミッションいった。頼む、ここで勝ち。うわっつー、これ結構勝てます。俺まだ負けたことない。勝てば継続、負けたらやり直し。頼む、よーし勝った。3セット目でゲーム数がそのままされますよと。3セット目に青って確かないんで、最低でも黄色なんですよ。青は信じられへんよ。あー男じゃない。ふう、ここまでか。ここからよ、青背景。なるほど。238、早い、素晴らしい。結構継続は頑張れてるんでね、今日。これ緑とか赤とか落としてないって言ってたらみたいな。ちょっと緑50%以上よ、チャンスアップ出てる。おい、なめんなよ、なめんなよは違うな。ありがとう。いやーきついね、やっぱ低かったかな。ダメ、本気でいくわよ。赤背景、まだまだループする気。 AI に聞いた高橋くんのキャラだって。おい、地獄のような場所でパチスロプレイしているという設定なんですか。高橋くんまくるぜ。ボロ負けや。うわ、
うわ、ちょっと松本くん全然やらん。当たらないと思った。全然弱い気がしたから当たらないと思ったら当たりましたわ。ラッキー。やった。でけえこれ。箱に手つけなかった。よし、今回こそ伸ばすぞ。 ST も駆け抜けとかもないから行きましょう。よし、よし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 。完璧。完璧。よし。さあここね、これ激アツですわ。よし、これはこれ激うまですよ。今のはナイスだな。自分あー自慢しに行こうかな。いやーよかった、なんとか降格なしをしのいだ。良かったですわ。もう200な気がするこの駅。出てんじゃん高橋くん。まくったよ。いやもう時間ないから。そうでしょ、マッピーとか売ってるわもう。あ、ま、任せる任せる。見ました、光りました。チカチカしたのよ。ありがとうございます。いやー粘る、今日は粘れる。いいとこでダブルここか。いやーなんか惜しいですね。これでエピソードだったら完璧。これでした。贅沢かい。贅沢だな、それは贅沢だな。5000。いやエピソードじゃん。じゃあもうほぼそれはナビ。よし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 。はい、オッケー。あー完璧。
またそこね、でも鎧カバーでね、なんでまたそこなんで広角2個あんのに第1個を3連続で引く。おしゃん、おしゃんです。ああ、もう今鎖ついてた。はい、ゼロ。まあでもチャンスで2回引いてるから、ああもうこれ多分強いですよ、ダブルです。ほらそりゃ行くよね、今日はいい、いいですね、いいカバネリ打ててます。あれエピター、あじゃあこれ、ね、エピソードですよね。カバネリが打ててます。583万、いやいける、もう一度いける、いい感じ、完璧。激アツきた、いやー最高です、初スロー最高ですね。昨日でやっぱ流れ変わった、戻った。決める。おお。完璧。本日2度目の無名回想。70なんだね。赤行く、おお、あ
赤いった。100あったらこれ結構いいペースだったもんな。ナイス、オッケーオッケー。もう2000枚プラスまで行きましたよ。モータルプラスまで行く。下手したらだからジローとかバッチが今バッて出てプラスしたらもう3600枚目標の、そこ目指したいですよね。いやここはもう普通に終わらせましょう。おお、下っ端で消えた。これってゼロ角なのかな。いや斜めスイカ、よし。レギュラーかビッグだ、レギュラーかビッグだって当たり目ごじちゃった。頼む、外れてくろ。おいし、7ビッグ。よし、ちょうど3、ちょうど3万なって思った。あー、これバゲのひし形だ、急に。おぶねー、これでマッピーラウンドもゲッツ。あげる、よし。熱熱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 熱、当たりやろ。お？当たりだよな。よし、レギュラーか。あーい、お、ネズミビッグじゃないか。ネズミって呼ぶな、マッピーのこと。やめろ。よーし、スーパーマップビッグボラス。あ、フリーズした。中断揃えからか。スーパーハイパーマッピービッグボラス。なんだっけなこれ。めっちゃ乗るんだっけ。めっちゃ乗るとこだから、確か。マイゲーム乗るんだ、そうだ、思い出した。ラッキーニャンバー、お、ロゴついてる。69、あ、意外とでけえ、意外と荒ぶってる。382ゲーム、いやしんどかった。あの鬼ヶ島なかったんでね、使った。しかも青かよ。あ、おて、あのなんかチャンスアップの音になったよ。おい、チャンスアップ。青やけど中身青じゃなかったパターンね。よーし、おーんでまた青。なんとか頑張ってくれ。マザーガチャ、終わりや終わり。高設定した。本気で行くわよ、赤背景。もしかしたらラストチャンス出すぜ。青やん、何してねえ。まあ、最後メダル減らしちゃいましたけど。
終了です。ありがとうございます引けねえ、やっぱもったいないって。リバイス下手すぎるでしょ僕。最高。いやー足りないな。どこで引いてんだよ。いや本当に楽しいパバネリを打てました今日一日。ありがとうございます。1796枚、ありがとうございます。祭りが始まる。マッピー祭りが始まってしまう。ズレ目出てる。1609枚ね。OK。1650枚にしとくか。各種回収が。まあ、ここで終了ということで、はい、今の枚数まくったから、はい、まあ、今日僕はもう朝から絶好調。いやもうすごい。ダメだと思ったら複合引いてみたいな、なんかそんなんでなんやかんやで2800枚ほど出しまして、プラス2300何枚、え400枚ぐらい。俺3万使っちゃったんだけど、はい、マッピーで今1650枚あって
プラス300枚、ね、プラス300枚今。えってことは今2600、700枚ぐらい。だから1000枚近く出してれば高橋くん、高橋くん誰？高橋くん、高橋くんだぜ。そもそも、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 俺誰と今日勝つ？そういえば、そういえば。で投手が3、4。流したの何枚？1319だぜ。トータルマイナス500枚ぐらい。負けたのかよ。高橋くんなってからどうだったん実際？あ、もう全然ですね。でもね、俺ちょっと聞いたんだよね。カメラマンさんから聞いたんだけど、はい、高橋くん多分今日本領発揮できなかった理由1個あると思う。どうした？実戦中ちゃんとゼを使ってなかったらしい。普通喋ってたの？それダメだよ。だからだよ、なりきれてなかった高橋くんに。それパチロンの前に途中確かにフッと抜けてる時は。だから多分それだよ。今後、まあ、もしなることがあればもうそうそうなんないと思うけど、はいはいはい、はい、そしたらその時は固めてほしいし。そうだね。なるほど。でもトータルは足りたんだ。トータルはプラスですね。500枚でしょ、はい、うん、俺プラス300枚、うん、だから2000枚ぐらい浮いてます。あ、すげえ、すごい。いや、よかった。まあ、というわけで、はい、1位、2位、3位ということで本日の、はい、ミニゲーム発表いたします。本日のミニゲームはこちら、おっさんとシンクロ。お、あ、難しそう。なんだろう、まあ、これは、まあ、ちょっとじゃあ説明のあれをいただきます。今からここにお題があります、はい、複数枚書かれたお題があるんですけど、はい、このお題をバンって出して、うん、そのポーズを同時に撮ります。ほう。で、ポーズが同じなら成功です。あ、で、全部で3回やります、はい、ポーズ、はい。そして2回でも成功すれば、うん、仲良し罰ゲームは解除します。おお。で、全て成功させると、はい、うん、もう罰ゲームもちろん解除した上で、うん、視聴者様にクオカードをくれる。クオカード、クオカード、はい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 、もし1回でもクリアできない、うん、パターンがあれば、はい、今回の職で一番足を引っ張ったと思う人を指を指して、うん、一番多かった人が、おっさんず電気屋まで終了する。ちょっと待って。罰ゲームとかじゃなく、はい、新しい、新しいです。じゃあ出すので、はい、そしたらもうせーのでいきますよ。 お題はこちら。うわーそれ名前とかあるやろ。はい、これ、うわー、これお前だろ。 100% これだろ。ねえ、合ってたよね。 100% これやで。お前、こんな誰すか。いや、ピンポ、ピンポンだよ。ヒーロー参上とか、これピンポンだろ。久保塚洋介やってたろ。うわー、出てこんかったっすわ。何それ、何とかもなかったっす僕。俺ちなみに俺、はい、ピンポンじゃないけどこれだった。いや、でも分かる分かる。俺もでもこっち系だね。あ、なんだろう。それかさ、ウルトラマンとか。まあ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 、お前やってみ、やってみ。グリコやん。豚グリだ。なるほどね。じゃあいきますよ。はい、2枚目。それではいきます、はい、2枚目のお題はこちら。勝利、勝利。はい。あ、いけたんじゃない。これはどうなの。いけたんじゃないの。これはあ、嘘でしょ、嘘でしょ。でも今こっち、そうっすね。何、どうやってやった。あ、でもまあ、分かります分かります、まあ、ガッツポーズ。いや、まあね、ガッツポーズ、まあ、こっちも勝利だよね。まあ、こっちも勝利ですよね。まあまあまあ、それはもうしゃあないよな、確かに。まあ確かにな。いや、これでもさ、これでもさ、これ近くない。まあ、近いぞ。近いは近いですけど、これだから、これだから三発でもしあったら、はい、今のも回チャンス、今のも丸じゃない。じゃこれ合ってたらもう、そう、今のも丸だよね。これが間違ったらもう終わりだから。そうそうそう、どの道。それでは行きましょう、はい、最後のお題こちら。脳殺するセクシー。うわ、なるほどな。まあ、むず。うわー、そっちかー。いや、こっちでしょ。これはもう俺らあ、そうですよね。ダッチューノだろ。ダッチューノです。それ確かに。何、お前どんな色を見てきた。俺ちょうどそんな、ちょうどワンピース読んでばっかりで、うわ、ちょうどハンコック、ちょうどハンコックが、ハンコックがこうやってたよ。ハンコックにそのメロメロメロこうやってたよ、ちょうど。というわけで、じゃあまあ終了でございます。クオカードもなし、はい。じゃあ今日一日足を引っ張ったと思う人を指さしてもらいます。俺もう刺す必要もない。だから俺はそう思ったんよ。俺のクリちゃんノーリスクなんじゃないかって。いや、そうなんですよ。だって刺す必要ないもん。いや、でもじゃあよく考えてください。いや、でもこれミニゲームやっぱ僕とクリちゃん3の2合ってましたけどね。わかる、はい、それも俺思った。あ、そう、確かに、はい、これはちょっとやった。確かに、あ、そうなんですよ。2連勝してこれで負けたらちょっと思ったけど、はい、全
プね、まあ、確かに、ね、確かにやったと思って最後はやったと思った、うん、完全に、まあ、でも指差しましょう。でも俺もちょっともう俺容赦しないか申し訳ないけど、それはもう俺だってもうちょっとイラッとき今最後最悪お前は知らないイラってちょっとそれイラって俺と仲いいからとかないからそれはもうしょうがないだって俺もやったと思った。ハッピーで待ったしじゃん、俺やったと思った。俺待ったのよ、高速渋滞するの渋滞しないぞ、やったと思った。じゃあいきますよ、イラします、しょうがない、それはもう今日一日発信した人はこの人だ、せーのお前だよ、バカ野郎。そもそもだ、そうでしょうね、そもそもだ、そもそもだよ、確かに、ね、そもそも勝てば足りただ、無理だよお前、そうなんですよ、帰ろ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 早く横になれ、そもそも勝てばこんなの付けさせられてよし、あ、めっちゃ怖い、ちょっと待って、めっちゃ怖い、なに、ちょっと待ってください、大丈夫、激怖大丈夫だじゃあ見たことないってこのアクセル多分。ほら、あ、激怖、アナル、アナルも言ってやる。いや、アナルもダメ。はい。いやさあ、さあというわけで、ジロー君、ギブギブギブ、今回もどうでしたか。ギブギブ、まあ高橋君、じゃあ高橋君、また次回会いましょうだけ。ギブギブギブ、高橋君、また次回会いましょう。じゃあ。チャンマリドット TV の五十嵐マリアです。5月30日に初の写真集発売いたしました。そして、チャンマリドット TV のプレミアムの方にも写真撮影時のメイキング映像も公開しておりますので、そちらの方もぜひチェックしてください。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとう。チャンネル登録よろしく頼むぜ。